ご覧いただきありがとうございます。今回はヨーロッパリーググループステージ第4節レアルソシエダ対シェリフの予想スタメンなどについてお話ししていきたいと思います。試合はですね、日本時間日付が変わりまして明日10月14日朝ですね4時キックオフの試合となっております。朝4時なのでさすがにちょっと一回寝てから、試合を見ることにはなると思うんですけれども、朝4時かと、せめて5時、6時ぐらいでしたね。もうちょっとゆっくり寝れるんですけれども、いやーちょっと微妙な時間帯やなと、いうところなんですけれども、今日のシェリフ戦ソシエダ勝てばですね、グループリーグ2位以上が確定しますので、グループリーグ突破するにはまず1位にならないと確定ではないんですけれども、ここで勝てば2位以上にはなりますので、かなり大事な一戦となっています。でソシエダ今グループステージ3連勝で首位に立ってますけれども、マンユーがですね初戦のソシエダ戦落として以降は、今のところ2連勝勝ち星落としてませんので、グループステージ1位確定するかどうかっていうのはもう最後のマンユーとの直接対決にかかっているのかなという状況ですね。ただまず今日のねシェリフ戦ソシエダホームですし、前節第3節もシェリフと戦ったわけなんですけれども、試合を見た感じですね、油断はできないですけども、シェリフ自体はそこまで強くないなという印象でしたね。当然ソシエダの方がボール保持しますし、チーム力上回っているっていうのは当然なんですけれども、そこまで怯える必要もないかなと。できれば今日ソシエダのホームで、前半である程度試合を決めて、後半にはもう前線のメンバー大幅に入れ替えるみたいな展開ができれば一番いいなというふうには思ってるんですけれども、前節シェリフの試合見た感じですと、シェリフのパドロとアカンビという黒人選手がいるんですけども、見た感じこの選手2人に依存した、ちょっとカウンターサッカーでしたので、それこそ前半はスコアレスでしたから、このカウンター結構怖かったんですけれども、後半にシルバのゴラッソがあったり、ブライス・メンデスのフリーキックを、アリツがフリックして2点目を決めて、以降はもう全くシェリフは怖さなかったので、今日もね、早い段階で試合決めれれば、ソシエダとしては少し楽にはなるんで、楽にはなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、一応今回のシェリフ戦の招集メンバーがこちらなんですけれども、まず気になったのが、右サイドバックのソラが入っていないということで、前節ラリーガでのビジャレアル戦ではソラスタメン出場、おそらくフル出場してたと思うんですけれども、今回入っていないと。その代わりにですね、ゴロサベルが招集メンバーに加わってますので、安心ではあるんですけれども、ソラどこ行ったのかなというところで、このマルカの記事いろいろ調べたんですが、特に怪我の情報とは上がってなかったんです。ただこうソラは数週間休暇に入るだろうっていう、記事は見つけたんですけれども、それが疲労の蓄積なのか何か怪我があったのかっていうところがちょっとわからないという状況ですね。で、あともう一人気になったのはアリショーですね。アリショーも招集メンバーに入っていないと。ショーも前節ビジャレアルとの試合に後半途中から出てきまして、やっと怪我から戻ってきたなというのと、結構ね前へ突破するショーのプレーが見れたのでかなり安心していたんですけれども、ショーに関してはですね残念ながらまた怪我というのが公式のリリースで出ていました。で、どうやらですね左大
左大腿骨上腕二頭筋の怪我ということで、まあ、どれぐらい離脱するかっていうところまでは出てなかったんですけれども、まあ、ちょっと 2,3 日で戻ってこれるような怪我ではまずないだろうという予想ですね。でもビジャレアル戦にね、こう怪我明けで出てきてまた怪我で離脱なので、これいよいよこれメディカルチーム、まあ、スタッフのねちょっと復帰の時期見誤ったんではないかなと思ったんですが、まあ、どうやら前回怪我した足とは逆足の今回怪我みたいですので、まあ、そこはちょっとねメディカルとしてもなかなか判断つかないだろうなというふうには思うんですけれども、まあ、ちょっと呪われてんのかなっていうぐらいね、かなり怪我が多いので、まあ、早くねアリショーは前線戻ってきてほしいなと思います。で、いつものマルカの予想スタメンなんですけれども、こちらですね、まあ、いつもの 4-4-2 ということで、キーパーがレミーロで、右のサイドバックは今回、まあ、ゴロサベラまだ予想としては入っていなくて、右にアリツで、ディフェンスラインに真ん中がルノルマン、パチェコ、左サイドバックにリコで、中盤の底にゲバーラ、右にブライス・メンデス、左にメリーノ、トップ下がイジャラ・メンディの予想ですね。で、2トップがいつものセルロートと久保建英ということで、まあ、ダビド・シルバーが今回予想には入っていないんですけれども、まあ、久保建英は入っていると。まあ、これ大丈夫なんかと。こうもう試合出続けてますし、まあ、前回のシェリフとの試合も久保建英は、今シーズン初フル出場しまして、で、まあ、前回のビジャレアル戦も後半80分以降、まあ本当ね試合終盤最後の最後ら辺まで出てましたので、でここに来てまたスタメン予想というところで大丈夫なんかなと。僕もこうチームのターンオーバー事情ってのはもちろん詳しくないので、まあ、どうすれば適切なのかっていうのはあんまり理解はしてないんですけれども、まあ、ただ今まで久保選手の試合を追っかけてきた中で言うと、当然ねマジョルカの試合が長いわけですけれど もうマジョルカなんかこう毎週1試合、週末に1試合だけリーグ戦こなすみたいなペースで試合を見ていましたので、こんなにハイペースで試合を見ることはもちろん嬉しいんですけれどもないので、ここまでちょっと出続けている、まあ、信頼を勝ち取っているといえばそうなんですけれども、まあ、かなり久保選手心配だなと。まあ、それを言い出せば本当にね、メリーノもブライス・メンデスも当然そうなんですけれども、まあ、大丈夫かなというのがちょっと心配なところですね。で、レアル・ソシエダですね、今日行われるシェリフとの試合が終わりましたら中1日空きまして、ラリーガの第9節セルタ戦を迎えると。なので、まあ、日本時間ですと明日14日シェリフ戦で、15日空いて16日の日本時間夜9時からセルタ戦が行われると。夜9時なので試合めちゃくちゃ見やすい時間帯ではありますから、めちゃくちゃ嬉しいんですけれども、中1日しか開かないというところで、どうでしょうか、今日このまま予想スタメン通り前線ベストメンバーで来るのか、かなり休まして来るのかどうなのかというところではあるんですけれども、まあ、まずはねまたシェリフの試合見て動画の方を上げたいと思います。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。